JR 西日本の看板列車ともいえる新快速は、東は福井県敦賀駅から西は兵庫県播州和光駅までを京阪神を経由して運行される速達種別です。その速達性と利便性のおかげで関西の鉄道において大きな存在感を放ち、多くの利用客に支持されています。2019年春には一部の新快速の9号車に有料座席 A シートが導入され、鉄道マニアの間で話題となりました。しかしそれ以来 A シートのサービスは拡大されることなく、1日2往復という本数の少なさから一般利用客にはなかなか定着してきませんでした。そんな中、2023年3月のダイヤ改正でついに A シートを備えた新造車両が登場し、サービスが大幅に拡大されることが発表されました。今回はこのタイミングで JR 西日本が新快速 A シートの本格導入に踏み切った理由を中心に見ていきます。この動画のスポンサーは大阪玉造駅北口徒歩7分カフェフォンスです。土日限定営業、こだわりのコーヒーを以前当チャンネルともコラボいただいたアイドルシスターズが店員としてお届けするカフェフォンスへお越しの方は玉造でお降りください。2019年春に登場した新快速の有料座席 A シートは、既存車両である223系のうち2両を特急並みの車内設備に改造し、安、姫路、網干間の1日2往復の運行でサービスを開始しました。当初は座席を予約するシステムは存在せず、座ってから車内で乗務員に料金を支払う方式でした。その後2022年に座席が全席指定席に変更され、緑の券売機やネット予約、E5 予約から予約できるようになりました。しかしデビューから約4年間 A シートを備えた編成はわずか2編成のみのままで、本数が増えることなく一般利用客からの知名度が低い状態が続いていました。そんな中、2022年12月JR 西日本は2023年春のダイヤ改正の概要を発表し、225系 A シート車両を新造し、サービスを大幅に拡大することを明らかにしました。これまで運行されてきた A シート車両は2編成とも既存車両223系の改造車でしたが、今回は225系4次車として2編成が新たに製造されます。225系 A シートの基本的な車内設備は223系改造車を踏襲していますが、ドアが片開きに変更されているほか、窓と座席の位置が合うように設計され、液晶案内ディスプレイが設置されます。また車端部トイレ付近には介助者の利用を想定した優先座席が1席設置されるなど、細かな変更点が見られます。この新造車両導入によりA シート車両を連結した編成は2編成から4編成に増え、1日6往復への増便が可能になります。これにより朝夕の通勤時間帯を中心に A シートの利用機会が増加します。2019年の A シートデビューから4年後のタイミングでサービス拡大に踏み切ったのには主に2つの理由が考えられます。一つ目に、コロナ禍により A シートの試験導入期間が長引いたことが考えられます。もともと2019年時点での2往復での運行開始は、その後の A シート拡大に向けて利用状況を調査するための試験導入としての意味合いがありました。しかしその翌年にはコロナ禍により利用客が全体的に減少してしまったため、 A シートの需要を見極めることが難しくなり、およそ4年間にわたって2往復の状態が続いてきたと推定できます。その後徐々に行動制限が解除され、需要が把握できるようになったため、今年春からのサービス拡大が決まったのではないかと考えられます。2つ目の理由に、 JR 西日本を含む関西の鉄道各社を取り巻く環境の変化が挙げられます。コロナ以前から予想されていた人口減少に加え、リモートワークなどによる移動機会の減少を受け、鉄道各社では収益の減少分をカバーするため、
有料座席サービスの導入が加速しています。特に新快速が走る京阪間では京阪プレミアムカーの増備が完了した上、阪急京都線も来年から有料座席の導入を発表しています。各社が有料座席サービスを本格化させる中、 JR 西日本としても自社の A シートの存在感を高めるために、このタイミングでの車両新造と増便が必要だったのではと推定できます。新快速が走る京阪神では、並行する京阪、阪急、阪神がそれぞれ有料座席サービスを打ち出しています。かつてほど JR と私鉄の競合が激しくないとはいえ、並行する区間で有料座席が導入される以上は、各社とも自社サービスの存在感を示す努力が必要です。一般利用客に定着させることに成功した京阪プレミアムカーのように、新快速 A シートも今回の拡大で認知度を一気に高め、一般利用客による継続利用につなげられるか、今後の動向に注目していきます。ご視聴ありがとうございました。